さあでは続きいきましょう。気になることだらけです。本当にも気になることだらけです。カムに関する全ての調査を打ち切る。俺は降りた。お前も今すぐに降りろ。うわ、エリカ、コウモリが死んだ。俺を殺そうとして殺された。コウモリは組織に飼われて俺を監視していた。ずっとだ。だけど奴は俺が目障りで殺すことにしたんだ。だけど監視してるのは奴だけじゃなかった。誰かがコウモリを殺した。いいか、とにかくカムイが危険すぎる。手を引け。連絡はまたする。くわー、すごい展開になってきたぜ。でも胃の花もわけわからんし、もう 誰に依頼されてたのかも何もわからへんよ。もうメールすぐ来た。どういうことよ、いきなり調査打ち切りって言ってるやんけ。だからもうやばいんやって。とにかくカムイのことからは撤退するしかない。チャットすればいいやん。チャットしたらもう来た。だからどうして撤退なのか、コウモリって何なのよ、説明してくれなきゃ。チャットしろよ、チャット。もうその電話するか、もう。ええけど、わかった。これじゃ話にならない。電話がダメならチャットに行こう。よし、チャット行こう。メールを待つ。わかったじゃない。リー、わかった。スコルバに行くわ。よし、行こう。喋ろう。お前心配してくれてんのか。大丈夫だって。やべえわ、もうやばすぎるわ。はい、 E さんが入手しました。チャットルームはロックされました。一体何なの。あ、名前もエリカじゃなくて E にしてんね。ちゃんとちょっとセキュリティで。思ってたよりずっとでかい組織が絡んでたんだよ。どんな、わからん。だけど少なくとも人を平気で殺すような組織だ。コウモリが殺されたって言ってたわね。そうだ、目の前で殺された。俺はコウモリに呼び出されたんだ。コウモリは俺が前に会ったことのあるやつだった。やつはカムイ信奉者だ。いや、本当はアヤメ信奉者らしい。とにかくやつは俺の監視役だった。だがやつは個人的感情で俺を殺すことにした。排除するためだ。カムイについてこれ以上探られたくない何かがあったらしい。よくわからないわね。あなた、殺されるほど重要なカムに関する重要情報を握っていたの。やつは狂ってたんだよ。やつの気持ちなんかわかるもんか。とにかくやつにとって俺が邪魔だったことだけは確かだ。逆に言えば、もしかしたらあなたは命を狙われるほど重要なことに近づきつつあったかもしれない。そうでしょう。確かに。あるいはな。ならここでやめてしまうのは負けを認めることだわ。ミミズと思って拾い上げたら蛇だったってだけで何もかも放り出すつもり。殺されかけたんだぞ。危険なら覚悟しているわ。この仕事を始めた時からね。何が起きているのか、それを暴くことがジャーナリストとしての使命なんじゃないの。ジャーナリストだってバカ言え。当然でしょ。俺はそんなものになった覚えはねえよ。まだそんなこと言ってるの。あなたにはスキルも才能もあるのよ。どうしてそれを正しく使おうとしないの。とにかくそんな話はやめだ。3年前に別れた時の話を蒸し返してどうなるってんだ。それが全ての基本だから言ってるのよ。分かった、じゃあ全部教えるよ。いいか、俺はあるクライアントからカムに関する情報を受け負った。それは知ってるな。何を今さら。そしてそのクライアントはあんたの旦那だったんだ。そうさ、井ノ原部長さんさ。何を。だがこの話には裏があった。俺はずっとそうだと思い込まされていたんだ。メールであんたの旦那から依頼があったからな。ところがコウモリによればクライアントは単に井ノ原の名前を語っただけらしい。本当のクライアントは組織の人間だった。何が何だかわからない。とにかく俺はずっとイオナがクライアントだと思ってたんだ。君をこの話に巻き込んだのもそのためだ。君を抱え込んでりゃ盾になると考えたのさ。保険になると思ったんだ。カムイを調べるのがヤバい仕事だとは分かってたからね。ギャラが法外だったからだ。それで何かあったら君を盾にしてイオナが危険な注文をつけてきた時に利用できるって考えたのさ。ひどい男。その通りだ。だが結局クライアントは旦那じゃなかった。だからヤバいんだよ。これは俺たちの手に負えるレベルじゃないんだ。待ちなさいよ。なら最後まで盾にしなさいよ。クライアントが誰だろうとヤバい仕事なら二人で立ち向かえばいいじゃないの。ダメだ、俺はしばらく姿を消す。バカ、なんでそうなるのよ。なんでもだ。
バカよ、あんた大バカよ、姿を消すなんて許さない。エリカ、決めたんだよ。信じられない、これからそっちへ行くわ。なんで、このままなんてダメよ。とにかくそっちへ行く、切るわこれ。おい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 、あかんっつってんのに、もうあかんっつってね、もう危ないっつってね、もう分かっとらへん、目の前で人が死んだんやぞ。殺されかけて、しかも目の前で人が死んだんやぞ。そんな状況で冷静にはいてられへんよ。無理やから。エリカ来るんかな。何も来てないよ。音何にもないよ。怖いよこれ。ピンポーンって来るんかな。来た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 。お前ともしばらくお別れだな。え、置いていくの。ああよかった。いやエリカじゃないパターンも怖いなと思ったけど、エリカ派手すぎるやろ。だから服ジャージとかで来いよ、こういう時は。嘘つき、逃げるつもりじゃないのね。しばらく亀を預かってほしい。亀？あいつだよ。行きよう。頼むよ。わかったわ。ありがとう。それだけ。それだけ。それだけ。完全に身を隠すつもりか、身をかわす感じか。どうすんの？夜中の12時。え、どうすんの？どうすんの？行くの？もう亀おらへんねやんな。もうおらへん。メール来てるか？来てない。停電？うわ、怖っ。怖がるなよ。エリカがもうすぐ迎えに来るから。元気でな、赤耳。行こうか。ああ。なんなんこれ。誰喋ってんねん。おい、これ何やこれ。おい、光 is coming soon。 まだ続きがあるな。光ラブレス。え、ちょ待って、今何や。停電したのか、それとも停電は一回はしてるんです。あの前回からの下りでカウントダウンが終わって停電はしてるんですけど、その瞬間とたまたま被ったのか、時間ちょっと見てなかったんで定かじゃないですけど、今誰かと喋って誰かのとこ行こうとしてなかった？時をなんか思い出しとるぞこれ。夢のせいか。おい、なんやねー、マジかいや。あれもうないよ、光がもう出てないよ。そっか、こっち行ってからか。テンパってるテンパってる。ライフカット行って次光が出るんやな。うわー怖ー。はい、ということでちょっとまあ短いですけど、今回短いですけどキリがいいので、ここで、動画終了したいと思います。森島の方にもですね、調査だけじゃない、がっつり本編に絡んでくるような展開が起きてきそうですね。最終的にこの2つがガーッとつながってくるんだと思うんですけど、楽しみにしておきましょう。では見ていただいてありがとうございました。